こんにちは、リリーです。今日はですね、皆様にご報告があります。とはいえですね、あえてもうサムネイルの方に書いてあるので、マジでと思ってこの動画を再生してくださった方がほとんどだとは思うんですけれども、そうなんです、実は私リリーはこの夏に赤ちゃんを産んでお母さんになっていました。やっと皆様にご報告できてめちゃくちゃ嬉しいです。いやー、待ち遠しかった。でもね、今までちょっとリアルタイムで本当はお伝えしたかったんですけど、まあ、お仕事の関係とかいろいろあってなかなかご報告できずすいませんでした。ただですね、今までのその妊娠期間中で出産産後とちょこちょこですね、動画は撮りやめてまして、もう編集も実は進んでるんですよ。なのでここからドドドドッといろいろアップしていこうかなと思っています。いやー、でもね、こうやってちゃんと発表できる日がほんまに来て嬉しすぎます。ちょうど妊娠が分かった時あたりですね、コロナを乗っけた船が日本にやってきまして、そうニュースになってましたね。今までだったら、あ、なんかウイルス入ってきたんやぐらいやったんですけど、待望の子やったので、なんとかやっぱりね、育てきりたいし産みたいなってそういう気持ちがあり、そのニュースを見た時に、あ、これは予防せなあかん、守らなあかんと思って、もうほんまに去年から自粛を始めてました。で、3月4月春頃には不要不急の自粛宣言っていうのが出されて、こんな事態になるとは思ってなかった。妊娠するまでの間っていうのは、やっぱり街中歩いてる妊婦さんを見ると大きなお腹で、もう絶対幸せやん、もう絶対毎日嬉しくて楽しくてもう最高の気分なんやろうなって勝手に思ってたし、私が妊婦さんになっても絶対そう思うやろうなって思ってたんですけど、やっぱりなってみやんとわからんもんですね。実際ですね、妊婦になってみると楽しいことばかりじゃなかったし、嬉しいことばっかりではなかったです。未知のウイルスだったり、自分が風邪をひいてしまったりすると、このお腹の中の赤ちゃんに何か影響してしまうかもってすごいビクビクしたり、道を歩いてても階段を降りる時も怖いなっていう風にすごく慎重になってました。なので街中歩いてる妊婦さん、確かにですね、笑ってはるし、幸せやし、ええなっていう風には思われるかもしれないですが、実際はつわりでしんどかったり、そういった不安もある中で、そう、生活されてるんだなっていうのを身をもって感じましたね。で、憧れだったマタニティマーク、これもつけるかつけへんかってすっごい迷ったんですけど、私はほぼつけなかったです。で、実際お腹が大きくなってからっていうのは、妊婦さんやっていうのはもう周りから見てもわかるんですけど、一番辛いのって実はつわりの時期じゃないです。そう、見た目では妊婦ってわからなくてお腹も大きくなってないんですけど、そういう時期こそつわりで苦しまれてる方もたくさんいてて、私もそのうちの一人でした。本当に繁華街にちょっと出るともう街の匂いでおえってなったりとか、電車乗るにもね、本当に気持ち悪くて、座りたいなって思うんですけど、見た目には妊婦って分からへんし、初期とか中期の頃に一番マタニティマークつけたいなっていう風に思いました。あれはもし万が一母体に何かあった時、街中で倒れちゃったりとか事故にあった時にすぐに赤ちゃんがお腹にいますっていうのが分かりやすいようにつけるっていう意味でもね、とても役立つアイテムではあるんですけれども、なんかそれをつけてるとね、いたずらされたりとか、怖い思いしたっていう妊婦さんの声とかニュースとかでもね、よく見かけてましたけど、実際そういう風になったら困るなと思ってつけずにいました。まあ、そんな感じで、今もねコロナのワクチンやお薬が出てるわけじゃないので、妊婦さんたちは本当にドキドキしてると思います。コロナは年配の方もかかると大変やし、もちろん赤ちゃんとかちっちゃいお子さんもかかるとね、親御さんは心配やろし、で20代30代40代50代って関係なくみんなかかってみんなしんどい思いするしね、感染も広がっちゃうので気をつけないとっていうのはあるんですけれども、やっぱりでもお腹の中にもう一つ心臓があって、そう、免疫もない
自分自身が守ってあげないとどうしようもない命がお腹にいる妊婦さんとかはね、怖いと思います今もね。でコロナが流行ると立ち会い出産ができなかったり、お見舞いもできなかったりっていうのもね、病院によっていろいろまだあるので、心細い方も心配な方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そういった方にちょっとでもね、勇気湧くよう、それこそ動画をねいくつか撮って準備してありますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。はい、ということでですね、今回は妊娠出産のご報告動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンもお願いします。これからもいろんなジャンルの動画をお届けしていきますので、ほんまに気軽に友達ん家遊びに来た感覚で見に来てもらえたら嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。バイバーイ。実は今日11月3日は私の誕生日なんです。34歳になりました。いやー、今まではね、イエーイ誕生日っていう感じやったし、お母さんにもね産んでくれてありがとうねとは伝えてたんですけど、やっぱり自分が子供を産んだ経験を積むと、あ、34年前はお母さんがあんな思いして私を産んでくれたよなっていうのをなんか知れて、不思議な誕生日ですね。なんか自分っていうよりお母さんにありがとうっていうのと、子供に生まれてきてくれてありがとうっていう風になんか強く思う誕生日であります、はい、今日は美味しいご飯食べて、プレゼントも買って、ハッピーな誕生日にしたいと思います。はい、おしまい。